バーシャー・アリ・タバーシュは、スイス国籍を持つハンガリー出身のピアニスト、指揮者。ブダペストのリスト音楽アカデミーでエルンスト・フォンド・ホナーニラに支持し、その後は母校でコダー・イゾルターンの助手を務める。コダー・イからスタインウェイのグランドピアノを贈られた。1948年にブダペストのリスト国際コンクールに優勝するが、1956年にハンガリーを出国して、 スイスに落ち着き、1960年と1961年に西欧の主要な都市でデビューを果たす。それからロンドンに定住している。ピアニストとして、ロマン派音楽を中心に、ドイツグラムフォンレーベルに数多くの録音を残しており、とりわけ、ユーリ・アーロノビチの指揮によるラフマニノフのピアノ競争曲の全曲録音が名高い。近年は、 ノーザン・シンフォニアの音楽監督や、ボーンマス・シンフォニエッタの主席指揮者に就任し、その他のイギリスやアメリカ合衆国のオーケストラにも、ピアニストや指揮者として共演している。また、ハンガリーに里帰りして、ブタペスト交響楽団と、ベートーベンやシューベルトの交響曲の全曲録音に取り組み始め、注目を集めている。特に、ベートーベンの交響曲第7番は、 史上最速とも言われるスピードで、フィナーレを、賞味6分で仕上げている。吉澤ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高特書、2006年2月10日、130ページ、ISBN4 から7872から7208、X。ありがとうございます。